はい、どうも皆さんやってまいりました、モリチンです。さあ、モンスターハンターフロンティアなんですけども、今週もやってまいりました。今週の画家ということで見ていきましょう。はい、8月1日からでございますけれども、まあ今週はなんといっても全サーバー統合でございます。 MHF が始まってから11年と1ヶ月経ちましたけれども、ついに全サーバー統合でございます。まあそれだけ人がっていうのもあるかもしれないんですが、まあこれでね、ゲーム外でね、こう知り合った人とかでもゲーム内で絶対に会うことができますのでね、これはねとてもいいことだと思います。でそれから、まあデストラシリーズっていうなんちゃって課金付帯っていうのもね、ちょっと実装いたしまして、これについてはね詳しく動画出してるので、そちらを見ていただければなと思うんですが、それから金ピカ小判にディブルくじっていうのが来たのと、夏の夜に咲くっていう、まあなんか常夏限定イベントっていうのも来てくれたみたいです。それじゃ早速見ていきましょう。はい、ということでまずは不具合トラブルですけれども、Wii U 版からパソコン版への移行にてサーバー1へのログイン時に認証レスポンスの異常により処理が終了しましたと表示され、ゲームにログインすることができない場合がある不具合なんですけれども、これはなんかパソコン版の方をトライアルで始めちゃうとうんたらかんたらみたいな、ちょっとごめんなさいよくわかんないんですが、 Wii U 版でこの不具合が出た方はね、ぜひこちら問題の対応のところから飛んでみてあげてください。そして不具合状況で新しく来たんですけれども、一つずつ見ていきましょう。まずはこちら、本来は宅配猫に預けることができないメゼフェス券を宅配猫に預けられてしまう不具合が発生しておりました。だってメゼフェス券が預けられるのは不具合でしたっていうことになったみたいです。はい、そうですか。一部の超限定航路クエストにおいてハンターキャリアポイントが獲得できない不具合が発生しておりましたということで、続版とかもゲットできなかったんで、これなんとか直ってくれたみたいなのでよかったと思います。ドゥレムディラが出現するクエストにおいて、オプションメニュー操作自動最終機能設定をオフに設定している場合、失神状態の他のハンターに着付け薬を決定操作で使用すると、着付け薬を使用せずに救護できてしまう不具合が発生しておりましたということで、この不具合を発生の直前に別のアイテムを使用している場合、そのアイテムが消費されてしまうことを確認しております。でこの不具合はアイテムの使用に割り当てられているキーで着付け薬を使用した場合、着付け薬が正常に消費されることを確認しております。なんか治ったっていうことでいいのかな。まあとりあえず着付け薬を使わなくても救護できちゃったから治しましたっていうことでしょうね。はい、そういうことですね。ヘビーボーガンのランの方または5区の方に設定、フィールド大型探査船に出発した場合において、スコープ画面でため打ちをした際に本来照準の中央に表示されるはずの炎のエフェクトが下にずれて表示される不具合が発生しておりましたと。でこの不具合はベースキャンプ内でも発生することを確認しております。ダメじゃないですか。でこれが治ったっていうことみたいです。まあメゼフェス券のやつを不具合にしたってのはちょっといただけないなって思うんですが、もうサブでやることはないと思います。はい、ということで第503回開発運営レポート来ました。今回のメンテナンスがね、朝の5時から夜の9時まであったということでね、本当に運営さんお疲れ様でした。ただ9時半までやるってね、あの追記でされてたんですよ。でも9時にね終わらしたっていう感じなんですが、それで不具合を出してるんじゃダメだなって思いましたね。あの早くしないでいいよ、別に早くしなくていいよ、ちゃんとやってくれりゃいいよ別に、うん、早くしなくていいです、いつも思うけど。はい、ってなわけで、Xbox 360版 Wii U 版のサービスが終了しました。ついに終わってしまいましたね。 Xbox のなんかベータには5万人参加したとかなんとかっていうのを見たんだけど、いやーすごかったですね。やっぱでも Xbox から入ったって人相当いたと思うので、まあこれでねついにその全サーバ統合でね、みんなで一緒に遊べるようになったのでね、ぜひ皆様ね始めてみるっていうのもいいのかななんていうふうに思うんですが、それに際してね、新しいワールドのコンタクトとリンクがね自由区に追加されたっていうことで、まあここね、あの Xbox360 版とか Wii U 版とかやってた人はね積極的に使ってあげるといいんじゃないかなっていうことみたいでございます。でそれからね、この COG の連携に関してなんですけども、これ別にあの8月1日以降でもできるみたいなので、ただまあアカウントに関しては1年以内に消える可能性はあるんだったかな、確かなんかそんなことが利用規約に書いてあったような気がするけど、まあ、だからなるべく早く連携してあげればいいんじゃないかなっていうふうには思います。でまあメンテナンス時間がね長くなりましたよみたいなことが書いてあったりだとか、ついにねラビエンテ猛狂気極みが参加制限ありとなしの2通りでね開催できるようになりました。
ただね、これについてはなんか制限ありの方がかなり支援がやはり厳しいということで、制限なしの方が多く開催されてるとかなんとか、ちょっとまだ僕も見てないからわかんないんだけど、ツイッターだと結構制限なしも全然あるねみたいなのは見ましたってなわけで、それからね、ウルキーパチンコがついに復活するみたいです。今週の金曜日8月3日からね再配信してくれるっていうことなので、まだね遊んでない方はねぜひねやってあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。一応ねウルキーパチンコ S ランク撮った動画僕出してるので、それ見てね参考にしていただければなと思うんですが、それからみんなでボルパックンについては来週の8月10日金曜日に初配信をしているみたいなので、まあ実装から1ヶ月遅れてですけれども、まあまあまあなんとか準備が整ったみたいでございます。でまあメゼポルタフェスタはね今週から月曜日の10時までに戻ったみたいなので、これ戻さなくてよかったんだけどね、まあそのうち人数の問題で水曜日のメンテナンスまでになるんじゃないかなとは思ってますが、ってな感じでだいたいこんな感じでございました。はい、そして運営サービス情報で先ほど言っていたコンタクトとリンクが追加されましたよっていう、そういう感じでございます。でコンタクトがサーバー4交流用で、リンクがサーバーワールド1用のやつみたいなので、まあ別に明確な区分はないんだろうけど、一応そういうコンセプトみたいでございますのでね、ぜひ使ってあげてください。そして10周年アニバーサリーフェスティバルの重大イベントに新しいのが来ましたよ。こちら幻の果実を求めてということで、ポルタネを集めてこのお上の依頼を達成し、まるで果実なライトボウガンを手に入れようっていうことで、もうねツイッターとかにバンバンこの見た目とか出てるんですけども、このねクエスト一応ね公式サイトには見た目も性能も載っていないので、僕もね今度動画で出そうと思うんですが、一応まあこの性能についてはゲーム内で確認してみてあげてください。そして常夏イベントということで、夏の夜に咲くってのが来ました。今回はね双剣が作れるみたいなんですけれども、こちら2週間の開催となっておりますので気をつけてください。でもこれはハテナハテナハテナの討伐になってるんですが、これはねどんなやつなのかちょっと気になるんですが、一応性能がこんな感じでございます。攻撃力742の光800リーチ中の攻撃強化ということで、これ全然いいなって思いますね。空毛もそれなりにあるので、極みナルガの討伐とかこれで全然できるんじゃないってちょっと思ってるんですが、どうなんですかね。攻撃強化ね全然腐らないと思うので、双剣だったらこれはねぜひ作っておいた方がいい武器なんじゃないかなっていうふうに思います。ようやくねイベントの武器もねどんどん作りたいものが増えてきたなっていう感じなんですが、いやいい傾向だと思います。このままよろしくお願いします。そして今週のお得クエスト&ブースト情報ということで見ていきましょう。いつも通りの決意のやつと、逆襲ヒプ、逆襲ギザミ、逆襲強老、それからコリニーのクエストと、転移の調査依頼は稲神とトリドクレスなので、稲神はしっかり回っておかないとあかんですね。でそれからまあ極性素材の出るミラボレアスのクエストと、ナルガとシャガルの占有防具強化計画で、それから G級両断部屋フロンティアクエスト、死守デイリーイベントと、転移ヒプノックのね顧問が地図納品で手に入れられるデイリーと、フィーチャーベポンがこちらとなっておりますのでご確認ください。そしてノーマルくじに大討伐くじってのがね追加されて、ここでまあ BP とか NK とか生産権とかも一緒に出るんですが、一応まあデストラっていうのが新しく実装されたということで、見た目がこんな感じで性能がこんな感じでございます。まあついに来ました課金付帯って感じなんですけれども、この防具ねラビーの素材使わないと強化もできないし、だからまあ弾を普通に作った方がいいんじゃないっていう意見も多いかなと思うんですが、合法抜きの付帯装備の選択肢が増えたっていうのであれば、まあこれは全然いいなと。てかまあ本当に環境がこれで変わったとかではないですし、本当に選択肢が増えただけなので、運営さんとてもいい調整だと僕は思いますね。インフレしすぎなくてとてもいいと思います。こういう風にやってくれたらねいいなっていつも思ってはいるんですけども、今回とてもいいと思いますねこれは。はい、ということで続いて金ピカ小判 G にディブルシリーズが登場ということで、スタミナに注意して会心の猛者となれということで、性能後で見ようと思いますが、こちらは3週間ですね、8月の22日のメンテナンス開始までとなっておりますの で、それからまあ先週から来ているアルフィーとサイネとストラザとウィングと、でまあその前から来ているディランということでね、今の5つは8月8日までとなっておりますので、それじゃあ1つずつ性能を見ていきましょう。まずはディブルなんですけれども、これはねすごいですよ。剣士の腰とガンナーの腕、断食がついております。ガローでございます。でちゃんとスキルは拡張ですよ。ついにガローがねこうやって防具 1V で発動できる時代が来ました。ただ
もう今の時代画廊はそこまで火力になるかと言われるとちょっとねみたいな。トーハライトとかだったらまあ全然ねデメリットなしで使えるのかなとは思うんですが、まああとはスラッシュアックスとかなのかな。片手剣とかね昔画廊装備とか流行ってたと思うんですが、その頃はやっぱり抜刀ダッシュがなかったからスタミナ使わないっていうことだったので、今は抜刀ダッシュするとスタミナ回復しないからね、あの間ってね盲信でスタミナ消費ないとはいえ回復しないのはね結構きついんですよ。僕も以前そのまあ断食の装備使ったんですけど、今の極の方とは相性が悪いですね。まあだから本当に戦い方を選んじゃいますが、まあでもねこうやってね断食が20で発動してくれるってのはすごいことだと思うので、これはねこの防具は取っておいた方が絶対にいいと思いました。続いてアルフィーでございますけれども、はい、こんな感じですね、この私服強化の腰ですね毎回言ってるけど、交流、税撃、私服強化みたいなそんな感じの腰、ここがねすごくいつも気になっちゃうんですけどもっていう感じの防具で、それからサイネですね。対状態異常が邪魔やなーって思うんだけど、まあ局所的にねピンポイントで引っかかってくるかもしれないなーっていうそんな感じの防具です。続いてストラザ、これはもうね全然ね回帰を入れたいってなったらもう回帰の供給源としてね使ってあげられると思うのでね、ぜひ引いてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてウィングですけれども、ウィングね僕今欲しいんだよね。ちょっとねお試し小判ちょこちょこ使って引いてるんだけど、これね強いですよ普通に。ガンナーの頭のね音射銃とかも普通に強いですし、これはね全然強いと思います。引きたいてか欲しいです僕は。欲しい。そして最後にディランですけれども、まあディラン普通に強いですよこれ。だからディランの足強いよね。攻撃が余ってる人なんかもこれ全然強いと思うので、でまあガンナーの頭とかも空撃しっかり入ってスキル枠拡張なので、まあちょっと頭防具は結構競合するものが多いかなと思うんですが、選択肢の一つとしてね持っておくといいんじゃないかなというふうに思いました。そして Xbox360&WiiU 移行サポートキャンペーンということで、これハンターライフコースを1ヶ月分以上購入されたお客様に抽選で MHFZ オリジナルデザインウェブマネー1000円券をプレゼントということで、1000円とかしょぼいね。もうちょっとなかったの。あでも50名だからまあ1000円で5万円、いや5万、500人でね50万円とか用意してくれたらわーってなったかもしんないんだけど、まあ一応ねこんなのが来てますのでね、覚えておいてください。そして11周年重大キャンペーンの一つのお試し小判を毎週4枚もらえるやつがまた今週も来ておりますので、しっかりガイドから受け取っておいてあげてくださいみたいなそんな感じですね。いやー全サーバー統合ついに来ましたね。ツイッターとかで仲いい人とついに会えましたみたいなのをねよく見かけたんですけれども、いやーいいと思います。やっぱりねゲームの中でも友達にはなれますから、でリアルだけが友達じゃないから、ネットの中の友達もそれは正真正銘友達ですから、みんなで仲良くできたらいいですね。ラビーのね参加条件のやつとかも来ましたけども、なんかまあでもいい感じになってるみたい。結局制限ありは支援が集まんないからなんかあんまり開催されなそうみたいな、そんな感じみたいなので、なんかね皆さんそんなに騒ぐ必要もないんじゃないかなとは思います。まあ課金付帯とかも来たけど、なんちゃって課金付帯だったしね。なんかまあこんぐらいのペースで進むんだったらいいと思いますよ。なんかのんびりしてていいと思います。まあ新モンスターが欲しいところではあるなとは思うんだけど、欲を言うなら1ヶ月に1体とか来てくれたらすごい楽しいなと思うんだけど、まあ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 これぐらいのペースのインフレの仕方だったら僕は全然ウェルカムなのでね、こういう風な実装の仕方ってのをね今後も続けていってくれたら嬉しいなっていう風に思います。ということで今週はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。